これがオーディンとの最後の戦いになるわ。神と人間皆で力を合わせて世界を救うのよ。心から信じられる真実の仲間だ。オーディン、今こそあなたを撃つ。無駄なこと。今度まとめと葬り去ってくれ。ミーミルの娘はこの地の中心部。ユグドラシルの力を抑えないと近づけない。この先にユグドラシルの力が集まる場所がある。そこを抑えれば泉への道も開けるはずだ。ならば私はあちらへ向かいます。雪村、私も行こう。何か嫌な予感がするんだ。うん、私はあの拠点を目指すとしよう。超、君も同行してもらえないだろうか。もちろんです。共に参りましょう。残るは東と西の拠点か。私は西に向かうとしよう。それじゃあなたとは私が一緒に行くわ。ありがたく思いなさいよね。俺は東へ向かう。もはや人選の余地はなさそうだ。そのように壊れてしまっては仕方あるまい。わし直々に力を貸そうでは。幻だと分かってはいるが、行きます。龍騎だろ。それに龍禅様、なぜ。秀吉様、お宗様、ご不足な真似を。見事な手際だった。そう言っておく。だが幻影と分かればそれまでだ。何度も同じ手を使うな。バカの一つ覚えだ。ほう、同じ鉄は踏まぬか。見事な心意気であるぞ。幻影は通した。妙な気配がしておる。次から次へと。わしを飽きさせぬつもりだな。蓄えられたユグドラシルの力が具現化したものだ。おそらくそいつを倒せば拠点を抑えられるはず。無事に制圧できたようだな。まあわしが手を貸したのだから当然か。この幻影は超君の大切な人たちをかたどっているのだ。ここで行くわけには。我が当主幻影ごときでくじきはせぬ。意志の力で迷いを断ち切ったか。超、君は本当に強い人間だな。今こそ攻め立ててやろう。よし、この拠点は我らのものとなった。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。この状況、君はかつて乗り越えてきたはずだ。そうだ、あの時もロキ殿が呼び覚ましてくれた。幻に惑わされぬ強き心を。さすがです。
あなたならばと思っておりました。ここは我らが制圧した。私ではない。やってやった。先に出してやろう。見事な手際だった。そう言っておこう。この拠点、我らが制した。4つの拠点は全て押さえた。これでミーミルの泉へ近づけるはずだ。さあ先に進むわよ。ここまで食らいついてくれよ。執念深さは私に並ぶやもしれない。ここで心を折るのじゃ。先生、まるで悪夢のような光景だな。しっかりなさい、ロキ。ここで心を乱したらオーディンの思うつぼよ。先生、一体何度君をこの手にかければ。ロキ殿、下がっていてください。ここは私が引き受けます。すまない雪村、大丈夫だ。君だけに戦わせはしない。おう、良い働き。その勢いに乗るのも一興だな。幻だと分かっていても仲間を撃つのは辛いものだ。上々の身のこなしだ。その働き、皆の模範となろう。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。これで終わり。主を裏切る友を殺めた者にふさわしい罰があろうな。さあもう一度見せてみよう。普通に呼ばれるその顔は。これまでのものとは違うわ。ペルセウスの気配を感じる。その鮮やかな手並み、日々の修練の賜物だな。君ならばさらなる高みを目指せるはずだ。これが神の力。そのかけらからひときわ強い力を感じるわ。まるでペルセウスの魂が息づいているみたい。あるいは
これがペルセウスを救う鍵となるやもしれん。ペルセウスを救う鍵か。頼む、このかけらは私に預からせる。滅びの恐怖、存分に味わう。先へ進むには東西の神殿を抑える必要がある。神殿に力を注げば泉への道が開かれるはずだ。うん、道を開くための大役か。ならばその役目わしとガイアが引き受けよう。それじゃあ私は西の神殿へ向かうわ。ゼス、東はあなたに任せたわよ。まだあがくつもりなら、こちらも相応の出迎えをしよう。さすがです、あなたならばと思っておりました。突撃です。貴様こそ天下無双の武者だ。神々の王を称するその地、どれほどのものか計らせてもらおう。やはり現れたか、オーディン。神々の王の雷、その身に受けてみよう。これで勝てたと思ったか。私は何度でも蘇る。邪魔者は追い払え。神殿に我が力を注ぐと終了。全ては私の思い通り。限界に挑戦です。いい感じです。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。さあ、吐き乱してやろう。死ぬぞ。覚悟を。さすがです、あなたならばと思っておりました。神の思い上がり、打ち砕いてくれよ。神殿に力を注ぐ。こればかりは本物の神にしかできぬ離れ技だな。そうなのかしら。試しにやってみる？あなたなら意外とできちゃうかもしれないわよ。神の役割を奪ってどうする。おう、良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だね。自母神ガイアか。その力、ユグドラシルの餌としてくれよ。来たわね、オーディン。私が相手になるわ。諦め、私に勝つことはできない。決して。ひとまずオーディンを追い払えたみたい。今のうちに神殿に力を注がなくちゃ。ゼウス殿とガイア殿の力が神殿に満ちていく。これで中心部へ進むことができます。行こう、雪村殿。オーディンの野望を我らの槍で打ち砕くのだ。これでどうでしょう。誰
最強と呼ばれる者たちの幻影を見せました。見せてやる。お前たちの力がどれほど。見事な手際だった。そう言っておこう。俺が討ち取った。これが古今ドッポの勇士本田忠勝とは笑わせる。姿形はそれらしいが、威圧感がまるでないのだよ。いつもの素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。かつて私は滅びを予言された。そして運命に抗うための力を蓄えた。あなたこそ天下無双の強者です。この鮮やかな刃物、日々の修練の賜物だ。君ならばさらなる高みを目指せるはずだ。果たしては勝負にならん。順調なようだ。わしがいるのだから当然か。俺の前に立つ。いいのよ。新緑の気迫は凄まじい。覚醒などできぬ唯一のものだ。その力ラグナロクを退け、何でしょう。冥府の王の手からす私を逃れさせ、この信長を乱世超えてみせよ。形ばかり見せても所詮は幻。信長公の覇気はこんなものではない。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。力さえあれば全てが思い通りになる。そう、運命ですら。これでどうでしょう。くだらぬ茶番よ。姿形を似せただけで我が父の何を表すというのだ。今こそ宿坊を果たす時。我が力がない、等しく滅びるがいい。たとえあなたの力がどれだけ強くても負けられないわ。世界と皆の未来のために。皆のため。王妃、仲間と共にあなたを倒す。私の心にもう迷いはない。裏切り者の分際で大きな口を。大切な仲間とやらを失う苦しみ存分に味わえ。我らの闘志、どんな力にも屈しはしない。私は全ての世の頂点に君臨する存在。なるほど。私を阻むことなどできない。ゆくドラシルよ、我が精神を糧とし育つがいい。そして私にさらなる力を。精神を犠牲にして力を欲するなんて、オーディン、なんてバカなことを。撃ち取りました。ありえぬ。